スポーツオーソリティは、かつて、アメリカ合衆国コロラド州イングルウッドに本社を置き展開されていた、全米最大級のスポーツ用品専門店チェーン。並びに、日本において株式会社メガスポーツが展開する、スポーツ専門店チェーン。1973年、フロリダ州フォートローダーデール地区に1号店を出店。1990年にケイマート参加となったが、 1995年に会社分割。2003年にはガートスポーツ社と経営統合した。これにより創業年はガートスポーツ社が2001年に買収したオッシュマンズスポーティンググッズの1919 19年となった。最盛期には45の州とプエルトリコで463店舗を運営していた。同社のウェブサイトは GSI コマースプラットフォーム上にあり、 小売店や、その他のマルチチャンネルプログラムをサポートしていた。2016年3月2日、デラウェア州の裁判所へ、連邦倒産法第11章に基づく、会社構成手続き適用申請。会社構成手続きを適用したが、売却先が決まらず、5月25日に CEO のマイケル・ホスが8月末までに、全店舗を閉鎖すると発表。その後、事業は生産された。 同社の商標等の知的財産権は、同年7月に、競合であったリックススポーティンググッズ社が落札した。日本ではイオンが、米スポーツオンソリティ社と合弁で、株式会社メガスポーツを設立し、ライセンス契約を結び、同社が日本の店舗を運営している。1995年8月に設立。1996年7月18日に、 名古屋のダイヤモンドシティワンダーシティ内のワンダーシティ店を皮切りに主にイオンモールやイオンショッピングセンターを中心に店舗を展開している。2001年より浦和レッズのオフィシャルスポンサーとなった。ナイキとは提携関係にある。2008年10月には中国に進出し、1号店となる北京国際商場店を出店。しかし、2014年11月に 中国の店舗を全店閉鎖し、2016年2月に、現地法人が生産された。会員カード、スポーツオーソリティカードは、イオンクレジットサービスが発行しており、ポイント蓄積や割引などの特典が得られる。また、スポーツオーソリティカードの、子カードとして、イオンの電子マネー和音が利用できる、スポーツオーソリティ和音カードプラスが用意されている。2016年3月に、 米、スポーツオーソリティ社が破産したが、日本事業はメガスポーツという別法人での運営であり、2016年8月にはスポーツオーソリティ社との提携を解消し、イオンの100%子会社となったことから直接的な影響はなくなったため、営業を継続している。2018年1月12日、販売するサッカーシューズ47商品に実際には存在しない。 平常価格を平記し、通常より割安で購入できるかのように見せかけて販売したとして、景品表示法違反で消費者庁から再発防止の措置命令を受けた。ありがとうございます。